やっぱりその当時は斬新なデザインであまり受け入れられなかったんですけど、やっぱり20年以上経ってようやく時代が追いついてきた時、まあやっぱり、まあ、古い車というエンジンの排気量で言えば今既存の、 2リッターとか、まあ、2.5 リッター3リッターよりもはるかに大きい 3.3 リッターというエンジンで、まあまあパーツも少ないんですけども、まあ、そういうインプレッサとかレガシーのカスタムに負けないような、まあ、車を作ってみたいなって思ったと思いますね。まあ、カーショーっていう部分の、まあまあそこの部分だけにとらわれず、自分のやりたいカスタムをやるということがやっぱり一番大事だと思うので、それも理想の形に近づけるようなカスタムをしていく。